はい、どうもこんにちは。本日はね、久しぶりの快晴です。といっても今日の夜にはね、ひどい天気になるみたいでね、明日からまた雨入りです。今回はですね、久しぶりにロッキーお持ちしました。普段の撮影がね、どうしてもあのエブリィが主体になっちゃうんで、撮影で出てくる機会はないんですよ。ただね、あの乗り心地はね、最高にいいので、エブリィとかを出す必要がない時とかはこいつ使ってます。長距離移動とかね、めっちゃ楽。そしてですね、天候が悪いと車も汚れやすい。そして今はね、年末大掃除の時期ですよね。普段はガソリンスタンドとかのあの洗車機に突っ込んで洗ったりとか、家で軽くスポンジで汚れを流す程度で終わらせているんですけど、せっかく年末なのでね、しっかり洗った感が欲しいなと思いましてですね、ちょっと今日はね、面白いものを見つけたんで、ご存知の方も多いかもしれませんが、紹介させていただきます。本体の色ね、結構濃い赤なので、汚れは目立ちにくいとは言いつつもね、ちょっと近づくとね、やっぱり汚れてるんですよ。鳥の糞だったりとか、この辺は水垢かな。遠目からだとあんまり分かんないんですけど、それなりにね、汚れてます。そんな汚れたちをね、少しでも減らすために購入したのがですね、こちらですね、パーフェクトホームスターティングセット。ご存知の方いますかね。泡を出すやつですね。高圧洗浄機とかとつなげるタイプのやつとか結構多かったんですよ。ただそれを買うとね、他のやつもいろいろ買わなきゃいけなくて、すごくこれがかかっちゃうので、単独で動くし、なるべく手動のやつがいいかなと思ってこちらにしました。でこの手動でやるタイプもいろいろあったんですけど、その中でもやっぱり知っているソフト993でね、まあ間違いないかなと思ってこちらにしました。開けましょう。中身はこんな感じでした。本体と、あとこれね、嬉しいのがね、この3つですね、専用シャンプーがね、3つ使い切りタイプで入ってます。使い切りなんでね、新しくボトルを用意しなくていいんでね、あんまり場所取らなくていいっすよね。これね、何気に嬉しい。結構カー用品のものってそんなに頻度高くないけど、場所食っちゃうってことがあるんでね、特に私みたいにたまにしかやらない人はおすすめです。でこちらがね、ストレートノズルですね。最初についてるのはワイドノズルっつって、後でまた説明するんですけど、横広がりに噴射するタイプのやつですね。あとは使い方マニュアル、そんな難しくないんでね、パッと読めばね、すぐわかります。それではね、準備をしつつ紹介していきます。まずね、超絶見にくいんですけど、ここにね、250、500、750、1000という感じでメモリが振ってあります。容量基本はね、1リットルです。でこれがノズルジョイントになっております。で先っぽの方がね、先ほどお見せした通りね、こんな風に外れまして、最初ついてたやつはこれですね、ワイドノズル。横向きとか縦向きとか方向変えれます、これ。なので、まあ、洗いたい場所によってね、方向を変えて泡がつけれるというわけですね。でこれがストレートノズルです。こんな感じになりますね。洗車なので広い範囲に使いたい人が多いと思うのでね、今回はこのワイドノズルでいきます。そしてこれがポンプレバー。こうやってすることでね、圧を高めて泡をね、こうブシャッと出すことができるわけですね。で出すときはここの噴射ボタン、こんだけで OK。 それではやっていきます。まず最初にやるのはね、水を入れます。 1000ml のところまで入れますね。そしたら専用シャンプーね、入れます。使い切りなんで全部入れちゃってください。青い液体、あ、いい匂い。爽やかレモンの香り。ちなみに中性ノーコンパウンド、コーティングしてる車も大丈夫ということですね。そしたらもう蓋を閉めちゃいます。しっかり閉めましょう。そして中身混ぜるんですけど、あんまりガンガン混ぜずに軽く、こんぐらいでいいかな、はい、ゆったり回してほしいらしいです。これで OK。そしたらね、いきなり泡をかけたいところなんですけど、まずは下準備。やる前にね、水でホコリやら雑多な汚れを落としちゃいます。砂ごとやっちゃうとね、傷ついちゃったりもするんで。はい、こんなもんかな。じゃあやっていきましょうか。あとはこれを押して圧を高めてくるわけですね。強い跳ね返りが来るまでやるっぽいっす。ただ加減が分かんないっすね。ちょっとやってみるか。じゃあ行ってみます。 20〜30cm 離してやるといいらしい。お、結構や。あ、結構出るね。お、すごいすごい。ドアだけやっちゃうか。泡が楽しいですね。
おお、いい感じ。最初この辺にあった水垢軽いやつだったんですけど、まあ、さっと拭いただけで取れましたね。いいっすね。いい感じに汚れ落ちました。次はストレートノズル使ってみます。すごいストレート。空気もしっかり入れたら一吹きでドア一面できましたね。はい、いい泡立ちです。ああ、綺麗。しっかり汚れ落ちましたね。いい感じです。ストレートはね、やっぱ隙間とかがいいですね。通常のボディとかはワイドノズルが良さそう。いい輝き。やっぱ洗車はこうじゃなきゃね。慣れてきたんでもうババッといきますか。オッケー。あとはやってないところをね、わーっとやってきます。オッケー。とりあえずね、ボディ周りはね、一通りできました。まあまあ、よく汚れ落ちたんじゃないかな。いかがでしょう。落ちた落ちてないかっていう話もあるんですけど、何よりね、あんだけしっかり泡が出てモコモコのまま掃除ができる爽快感は一押しです。とりあえず普通車を1台分丸々洗ったんですけど、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、この辺ですかね。ここは 250ml なので150ぐらいかな、残ってる感じです。ちょっと最初の方ね、慣れなくて泡使いすぎちゃったんであれなんですけど、普通車であればまあ余裕で持つかなっていうところですね。もちろん今回ホイールとかそういう細かい部分やってないんであれなんですけど、車1台分はシャンプー1個でちょうど使い切れるかなっていう感じですね。泡の使い方次第ですね。使ってみた感想なんですけどね、想像以上に綺麗に泡が出たんですごい良かったです。ですし、まあサイズもそんなでかくないし、その点もプラスポイントですね。そんでですね、1リットルあった時はね、ここの空気の幅が狭いんでね、あんまり押しても圧が弱めの状態なんですけど、後になってここの空気の量が増えれば増えるほどね、かけれる圧も強くなってめっちゃ細かい泡が出ました。ただまあ、どこまで圧をかければいいのかわからないので少し遠慮した部分はあります。あとはこの空気の抜き方としてはね、空気を抜く弁みたいなのがないので、こうやって使用後はこういう風に圧を抜く感じになるのかなと思います。たまにの洗車ぐらいであればこれぐらいのサイズでいいのかなと思います。他のやつね、高いんすよ。では最後に、今ってあのシャンプーで汚れ落としただけなんで、まあ、それで終わってもいいんですけど、年末の掃除も兼ねてということで、最後はね、撥水仕上げのフクピカさんでガラスとボディね、最後はちょっと手抜きでやろうと思います。手抜きじゃない、手間抜きね。はい、OK ですかね。最後撥水テストだけやってみましょうか。いきます。まあ弾いてますね。ボディも、ボディはそんな分かりづらいけど、そこそこ弾いてますよね。はい、まあこんな感じです。という感じでね、いかがだったでしょうか。もう年末の大掃除もね、始まる頃だと思いますので、たまにはね、こういうあわあわでやってみると車体も綺麗になるし、まあ、やってる方もね、気分よくできるんで、ぜひ。価格は2890円、車のお店でも売っているのでぜひ見てみてください。個人的な推しポイントはこのちょうどいいサイズ感と、あと価格ですね。あとこの使い切りシャンプーが付属してるっていうのも良かったです。というわけで、ソフト99のパーフェクトフォームスターティングセットのご紹介でございました。以上でございます。
そんじゃまた。